おはようございます、望月です。今日今美穂に来ておりますけれども、前回のゴールデンウィークのツアーが終わりまして、新たに、ツアーというかね、ちょっとこじんまりとしていますけど、マレーシアの、ケリーたちがね、と合流しようかなと思って関西の方で、ちょっとしたツアーを組んでみまして、組んでみたら、まあイタリアとフランスの旅行者の子がね、今来てくれたんで、今美穂に来ております。まあ、この後、名古屋の方に行きましてですね、児玉さんのテアトルにお邪魔しまして、そこから、関西の方に流れていこうと。頑張ってこうよ。泳いじゃう？泳いでください。ちょっと寒いね。